はい、どうも秋田です。本日はワークマンの大幅値下げされているキャンプギアを紹介します。たくさんのキャンプギアがセール対象で、なんと最大 57% オフとめちゃくちゃ安くなっています。おそらく売り切れてしまったら今後販売終了となってしまうと思うので、欲しいものがあったら売り切れてしまう前に早めに購入した方が良さそうです。実際にテント2つがもうすでに販売終了となってしまっています。こいつ誰と思ってる方がほとんどだと思うので、簡単に自己紹介させてください。僕はキャンプブログを運営している、いわゆるキャンプブロガーです。ブログではキャンプギアのレビューや紹介、比較などキャンプについて発信しております。今年チャンネルを開設して、 YouTube を通して本気でキャンプ業界をもっと盛り上げたいと思っているので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。はい、改めまして、本日はワークマンの大幅値下げされているキャンプギアを紹介します。では早速セール対象のキャンプギアについて一つずつスペックや特徴、値下げ率などを紹介します。一つ目はミシックツーリングテント AG です。商品コードは66010です。ツーリングキャンプに最適なソロテントです。スペックはこのようになっています。他のテントより収納サイズの長さが短くなっていて、バイクに乗せる時に飛び出ないようになっています。テントの生地は二重デニールのリップストップナイロンを採用していて、ディアマジックダイレクトという撥水加工やディアガードという防虫加工を施しています。重量は約 2.3kg とワークマンテントの中では2番目ぐらいに軽量なテントです。カラーは現在ブラックしかなく、価格は税込み9800円ですが、今はなんと 50% オフの税込み4900円です。三角テントでよく見るフレーム形状やベンチレーションを採用しています。吊り下げ式なのですごく組み立てやすいです。気になる点が2つあります。1つ目はポールがグラスファイバー製で強度が心配なので、ガイロープを張っていても風が強い時はポールが折れてしまいそうです。2つ目は耐水圧は 2000mm と防水性はありますが、フライシートの入り口に結構な傾斜があるので、雨が降っていると出入りの際にテント内が濡れてしまいそうです。また全幕を立ち上げることができないので、雨の日はちょっと使いにくそうです。ワークマンの販売数ナンバーワンテントのベーシックドームテントと現在同じ価格の税込み4900円なので、安くコスパのいいソロテントが欲しいという方は選ぶ選択肢が増えると思います。次は耐久撥水ワンポールシェルターです。商品コードは69216です。シングルウォールのワンポールテントです。スペックはこのようになっています。フロアが一体型のシングルウォールのワンポールテントなので、設営がすごく簡単で素早く組み立てることができます。高さが最大215cmもあるので、テント内で立つことができ、着替えもしやすいです。シングルウォールながら出入り口にちょっとした前室があるので、靴やキャンプギアを置くことができます。最大4人くらいが寝れる寝室用のワンポールテントというイメージです。価格は税込み 17,800 円ですが、今はなんと 44% オフの税込み 9,800 円です。気になる点は一つあり、ポリエステル生地のシングルウォールテントなので、どうしても結露が発生しやすいです。テント生地ギリギリにあまり物を置かないなど対策が必要です。ワンポールテントは設営が簡単で風に強いので、安心して寝れるテントが欲しいというキャンプ初心者の方におすすめです。次はサークルドームテンプです。商品コードは66049です。スリーウェイ仕様のテントとタープのセットです。スペックはこのようになっています。大きなドームテントとサークル形状のタープのセットで、ドームテントのアウターだけインナーテント取り付け、プラスタープとスリーウェイの使い方ができる他にはない面白さがあります。テントのフロアサイズは約 2.2m×3.7m で、最大大人4人が快適に寝れるサイズ感です。サークル形状のタープは単体でも使用することができ、ドームテントの前室として日差しを遮ることができます。価格は税込み 39,000 円ですが、今はなんと 23% オフの税込み 29,800 円です。気になる点が一つあり、他のドームテントと同様ですが、ポールがグラスファイバー製なので強度が心配です。これだけ大きいサイズで TC 生地だと、立ち上げる際にそれなりに重く、ポールが折れてしまいそうになるので、設営する際は2人以上いると安心できます。次はワイド耐熱フィールドテーブルです。商品コードは66001です。アルミ天板の組み立て式のテーブルです。スペックはこのようになっています。天板サイズは約 63cm×40cm で、よくあるキャンプテーブルの半分くらいのサイズ感で、ソロではかなりゆったり、リオでは快適なサイズ感です。高さは約 50cm と、ローチェアには少し高く感じますが、食事は食べやすい高さです。フレームがショックコードでつながっていて、感覚的に組み立てることができます。
独自のフレーム形状でベルトやバンドがなくてもまとめることができ、バラバラにならずスマートに収納することができます。天板はアルミ製ですが、フレームはスチール製なので重量は約 1.9 キロとすごく軽いというわけではないです。価格は税込み3500円ですが、今はなんと 45% オフの税込み1900円です。次はパラフィンハンプロングフィールドシートです。商品コードは69794です。はじめに言っておきます、これは絶対に買ってください。ワークマンで数多く発売されているパラフィンハンプシリーズのグランドシートのロングタイプです。ワークマンのパラフィンハンプシリーズはフィールドシート、トートバッグ、ショルダーバッグ、ストレージボックスが発売されていて、どれも安くコスパ最強です。パラフィンハンプ生地は丈夫なハンプ生地にロウを染み込ませており、撥水性や耐久性に優れていて、キャンプにすごく最適な生地です。スペックはこのようになっています。サイズは約 100cm×208cm と1人がちょうど寝転べるサイズ感です。ソロテントのグランドシートやチベタスタイルのグランドシート、ちょっとした荷物置きなどすごく便利です。価格は税込み2300円と、今はなんと 57% オフの税込み980円です。なんと1000円切ってしまっており、びっくりするほど安いです。次はホールディングスクエアグリルです。商品コードは69197です。ステンレス製の丈夫なグリル兼焚き火台です。スペックはこのようになっています。ソロやデュオにちょうどいいサイズ感です。がっしりと丈夫な作りながら、比較的に薄くコンパクトに収納することができます。専用の網や五徳が付属するので、焚き火台や炭火焼きなど汎用性が高いです。価格は税込み3900円ですが、今はなんと 51% オフの税込み1900円です。次はワイドホールディングスクエアグリルです。商品コードは69198です。スペックはこのようになっています。先ほど紹介したホールディングスクエアグリルのワイドかつ足が長いタイプの焚き火台です。グループや家族でも使いやすいサイズ感です。また足が長いことでチェアに座っていても炭や薪がくべやすく、焚き火台と地面との距離が離れているので地面に熱の影響を及ぼしにくいです。価格は税込み5800円ですが、今はなんと 50% オフの税込み2900円です。はい、本日はワークマンの大幅値下げされているキャンプギアを紹介しました。今回紹介したセール品はすべて公式オンラインストアより購入することができます。概要欄にオンラインストアのページを貼っているので、ぜひ覗いてみてください。今後も皆さんのためになる動画を投稿しますので、グッドボタンや簡単なコメントをいただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。